今回龍役で出演いたします日比野美幸です。そうですね、龍は、まずこのオペラを最初に勉強した時に、本当に愛情深いというか大きな愛を持った女性で、伝説のお話ではありますけれども、理想、本当に人間が考える理想的な愛情いっぱいで生まれてきた女性なんじゃないかなっていうのを感じました。で、それが、もちろんカラフへの愛が一番強くて、そして自分の命を懸けてでもその愛を貫こう、見返りを求めない愛で貫こうとしているんですけれども、その龍の姿がティムールや、もちろんトゥーランドット、そして、ピンポンパンの、その本当にピンポンパンは現実的な、みんなそれぞれ人間が持っている心の中に持っているものを表している人たちだと思うんですけれども、その人たちの心でさえも変えてしまう本当に強い愛で包まれている女性だなということをすごく感じます。で、本来は私もそういう女性でいたいなとは思いますけれども、そういうところが本当に龍の魅力なんだと思います。そうですね、こういう本当に愛の塊のような強い、本当に芯の強い女性なので、それがみんなに本当にこうそれぞれの役の人たちの心を変えて、そして、最後にはお客様にもそういう愛のメッセージが伝えられるように演じたいと思います。本当に素晴らしいキャストに、恵まれまして、で再演ですけれども、また新たなトゥーランドットが見られると思いますので、どうぞ皆様お楽しみにいらしてください。東京に機械オペラ劇場トゥーランドット、ご来場お待ちしております。